タンフォード大佐々木麟太郎？もうすっかりアメリカンになる。リアクションがアメリカ陽キャ大学生のそれ。ちなみにアメリカの主な大学リーグは金属バットを使用。ただ木製と同程度の低反発バット。サマーリーグは木製だった気がする。もう完全に陽キャやんけ。佐々木麟太郎見れば見るほどライオンズ体型だな。佐々木麟太郎サイズの野手はアメリカの方がうまく育ちそうよね。なぜか実家に佐々木麟太郎のサインボールと色紙がある。5年ほど寝かせるか。佐々木麟太郎もセーブな気がしてきた。スタンフォードに行ったんならもう野球なんてやらなくてよくないか。筆下ろしはパツキン巨乳か。たとえ野球がいくらダメでもスタンフォード大というピカピカの経歴があるからいいな。バットスピードが大谷に近いというのもすごいな。やっぱ大谷が効いてたね。向こうは人間で選んだんだろうな。どの学部とか現状の学力とか以前にまず人間として信用された。花巻東からスタンフォード大学へ行ったのカナダ高校でも推薦ではいけないぞ。変則ピッチャー相手に何もできなかったこいつが大学やプロで、ましてやメジャーで活躍する姿が浮かばないわ。アメリカの大学って日本の大学のスポーツ脳筋特待生と違って勉強についていけないとシビアに留年とか奨学金停止とかするけど大丈夫なの？スタンフォードが日本の野球をこれほど高く認める日が来るとは。スタンフォード大が認めた人材、こりゃ期待しちゃうね。この世代で一番頭のいい大学に進学したことになってないか、すげえよ。この子は早めに体を大きくしたせいで足曲がってるのが怪我につながらないか心配になるわ。世界2位の大学だからな。圧倒的にトップランクの学歴。